こんにちは、仏のジーザスです。今日も見てくれてありがとうございます。今日はですね、ブルースギター解説ですね、ズバリですね、挟み込み技解説っていうのをやりたいんですけれども、なんじゃそりゃですよね、もう少しだけお付き合いください。ブルースギターでですね、ちょっと挟み技、挟み込み技っていうのがあるんですよ。で、しかもまあ簡単なんですけども、結構使い勝手が良くてですね、まあバッキングやソロで、結構僕使う、最近使うようになったんですね。で、その技をちょっとですね、紹介したいなと思いますので、よかったらぜひ最後までご覧ください。じゃあ早速解説したいと思います。はい、じゃあ早速解説したいと思います。挟み込み技、ちょっとキーは A で、ブルースでやりたいんですけども、どんな感じかっていうのをまずで、ね、最初にやっちゃいます。もうロンよりショーでこんな感じです。なんですけども、まあこれです。この説明で、まあこれ今バッキングでやりましたけども、ソロでもまあこんな感じでいろいろハサミで使えるんですよ。で、何を挟み込んでるかっていうのをちょっと説明したいんですけども、キーが A で、まずF の形ですね。で、これで人差し指を5フレットまで持ってきて、じゃーん、これで A になるじゃないですか。で、この時の2弦3弦4弦、2弦3弦4弦をちょっと見てほしいんですけども、2弦3弦4弦ですよ。で、まず4弦が7フレット、これ1度ですね、 A の音ですね。で、3弦が6フレット、これが3度なんですよ。2弦が5フレット、これが5度なんですね。すなわち1,3,5,4弦から、これで 1,3,5 の3和音になってるんですけども、挟み込むのはこいつです。3弦6フレット、すなわち3度の音なんですね。で、よく3度の挟み技、3度の挟み込みとかよく言うんですけども、この3度を半音上半音下から挟み込んであげるプレイのことを挟み技、挟み込み技っていうんですね。これです。挟み込む、で、この半音、高いところ、すなわちこれが今3弦が6フレットなので7フレットですね。半音低いところ、すなわち、3度が6フレットなので5フレット、要するに6フレットの音を7フレットと5フレットで挟み込むようにプレイするとさっきのようになるんですけども、まず一つだけルールがありましてですね、ここに、7フレットから6フレットにはいかないで方がいいでしょうねってことなんですよ。どういうことかと言いますとですね、5フレットから6フレットに行くんですね。こうハマリングで3弦ですよ。で、7フレットはこう7フレットまで行ったら6フレットに戻らないで、もう一回5フレットから戻すんですよ。で、こうルートの4弦の7フレットかましたりとかして、で、7フレットからなんで6フレットに行かないかというと、ちょっとね、ブルースっぽくならないんですよ、響きが。これがちょっとですね、ブルースっぽくないなって感じなんですね。ちょっとなんか哀愁感じ、哀愁ってなんかちょっと、なんて言うんでしょうね、なんかブルースではないかなって感じになっちゃうので、どちらかというと、で、5度も混ぜたりとかして、こんな感じで、これですね。で、さっきバッキングでやったのはですね、A7 ってあるじゃないですか。今度、4弦を 5フレットにしちゃうんです。で、あともうバーって押さえちゃって、3弦の5フレット、6フレット。これハンマリングで押さえる感じです。で、4弦7フレットを狙って。A7 っぽい感じから、で、あれですね、234の、7フレットで B の和音ですね。これですね。これのバッキングで結構使えるんですよね。まあ和音でかっこいいですね。で、まあ要するに135度の3度、
3度を挟み込みしながら1度や5度を足していくと、ちょっとメジャーのスケールのブルースのなんか味付けにすごく合うんじゃないかなっていう感じなんですよ。これですね。まあ今度3、5度とかね、この D ですね、4度の D のセブンスとかいった時も、バッキングでもちょっとしたソロでも全然使える技だと思うので、よかったらぜひ使ってみてください。まあ今日はこれぐらいにしておきましょうかね。というわけで、今日も見てくれてありがとうございました。挟み込み技でした。よかったらチャンネル登録とか、高評価とかコメントとか、よかったらよろしくお願いします。ではまた。